9番です。今度は自分について語ることっていうテーマですね。まあ自分語りっていうのは、まあ人は大体好きなもんだよねっていうような話です。Talking about ourselves, whether in a personal conversation or through social media, media sites like Facebook and Twitter. まあ個人の会話であれ、Facebook や Twitter、まあ、今 X ですね。といったようなメディア、ソーシャルメディアを通じてであれ、自分について語ることは Triggers V ですね。自分について語ること、詳しい語で。は、the same sensation of pleasure in the brain。脳に同じような喜びの感覚を与えてくれる。で、the same as だね。food or money。食べ物とかお金と同じような感覚を与えてくれる。の引き金となる。と研究者は月曜日に述べました。これは、いわゆるリードっていうやつで、これからこのことについて研究者の報告を詳しくいきますよで、これからより詳しく説明しますよということは、この説明のゴール、この記事っていうのはね、ゴールがもう初めに見えちゃってるわけだよね。ゴールはこうだよね。自分について話したら脳には喜びの感覚が生まれるよね。自己言及。矢印、脳に、まあ、快感だな。これはもう結論なわけで。で、このことについてこれから詳しく説明しますよっていう、そういうのをリードって言います。この第一パラグラフをリードで使っておいて、で、まあ、全体の結論を分かった上でもっと詳しく読みたかったら次読んでね。まあ、新聞とかね、全部読んでらんないからね。リードを読んで、全体分かるように、初めに結論を与えといて。で、詳しく知りたけ読んでね。っていう感じで書いていく。まあ、このパターンですね。About 40% of everyday speech。まあ、日常会話の 40% くらいは、is devoted to telling others about what we feel or think。まあ、自分が感じたり考えたりすることについて、他人に語ることに捧げられている。Now, through five brain imaging and behavioral experiment。まあ、脳のイメージングと、行動の実験、5つのを通じて、ハーバード・ユニバーシティの、ニューロサイエンティスト、まあ、神経科学者は、have uncovered reason。その理由を明らかにした。It feels so rewarding as a level of brain cell and synapse。それは非常にまあリボーディングなんだ。リボードは報酬。報酬を与えてくれるものなんだ。で、脳細胞とかシナプスのレベルで。That we can't help sharing our thoughts。Can't help 味せざるを得ない、してしまう。自分の考えをシェアしてしまうっていうのは話す。してしまうのだ。まあ、ここではどういう構造になってるかというと、ほとんどこうするよねって。で、こうしなきゃいけなくなるんだよねって、これがゴールだよね。で、ここは、とってもこうこうだからって、そうざっと構文だね。じゃあ、この40%くらいオレンジするんだよねって調査した結果、こうだからオレンジするんだよねっていうんだから、この場合の the reason。この理由にあたるのは、コロンで具体化して、ここになるよね。で、この場合問いが、一番。このようになぜ考えられるかっていうことだから、ここですよ。そして、it。これが何であるかっていうと、まあ、share our thought。もしくは、tell others about what we feel or think。ということは、これは、他人に自分のことを語ること。他人に自分の考えとか感じ方を言うことは、リボーディングだから。
まあ、これが答えになるよね。で、まあ、脳細胞やシナプスのレベルで。シナプスはカタカナでいいよ、もちろん。こうなるよね。ここまで導けるね。あとはリボーディング。こいつをどうしようかなと。で、報酬を与える。じゃあ困るよね。じゃあどうしようと思ったら、ここにセンセーショナルオープレジャーっていうのがあるよね。ということはこういうことなんだなと思うよね。だってこっち結論なんだから。ということは、自分について他人に語ることは脳細胞やシナプスレベルで快感だから。っていうことですよね。自分について他人に語ることは脳細胞やシナプスのレベルで快感だから。快感であるから。とか、快感を与えるから。リボーディングだからね。快感を与えるから。で、まあ、時数調整で自分についてっていうとこう、自分の考えや、フィーリング、感情。まあ、時数がね、調整したければこういうようにやってもいいよね。つまり自分に、what we feel or think だから。これどっちで調整してもいいよ。とりあえず、回答の該当するのがこの、it feels so rewarding as a level of brain cell and synapse。ここだと。いうことを見て。で、一等指示内容を考えたら、この telling others about what we feel or think。もしくは sharing our thoughts。同じだよね。同じことを言い換えてるだけだからね。表現を変えてるけど。これだというふうに分かって。そして、リボーディング。この単語がどうしようかな。報酬を与えるじゃ合わねえな。というふうに思って、結論のとこを見たら、センセーショナルプレジャー、オブプレジャーってあるから、そこを持ってくればいい。ということは、自分について他人に語ることは快感だから。これが一番コアなところだ。で、脳細胞やシナプスのレベルで、っていうのは、ここ、インザブレインあるからね。結論が分かってから読んでる分だから結構楽なんだよ。リードがあると。っていうふうに持っていってもいいし、で、リボーディングはなかなか単語としてうまくいかないから、じゃあプレジャーだな、というふうに思ったらいいと。利用したあとは時数調整すればいい。まあ、自分について他人に語ることは、脳細胞やシナプスのレベルで快感を与えることだから、快感だから、くらいでいいんじゃないか、というふうに思います。こうやって答え出すんだよ。これはまあ、読んでると何でもないけどね。いざ答えを書こうと思うと結構ね、リボーディングのところとか、イットのところとか、いい加減になってしまいやすいかな、というふうに思います。セルフディスクロージャー。まあ、セルフディスクロージャーっていうのは、まあ、自己開示って言うんだけど、まあ、要はこれですよね。こうやって、イコール。同一内容。同一内容のことを異なる表現を取るっていうのは英語では非常に多いです。同じような表現を何回もやったら頭悪そうっていうふうに見えちゃうからだね。ということで、ああ、表現は変えてるけど同じ内容だなと思ってちゃんと読み取れていかないとロジックが組み立てられていかない。で、extra rewarding。さっきリボーディングだったよね。さらなるリボーディング。さらにリボーディングがあると。で、このこと以上にあると。said Harvard neuroscientist。ダイアナ・タミー、タミオ、who conducted the experiment with her clique. People were even willing to forgo money in order to talk about themselves. さて、人々は be willing to 何々するのを厭わない。嫌がらない。be willing to って進んでするっていう役をよくやるけど、ちょっと違う場合もあるんだ。ないなするのを嫌がらない。厭わない。だから、本来であれば、トゥーするのが嫌なことが来るんだ。本来的には条件がなければ、あんまりしたくないことが来て。でも、それさえ喜んでいるよ。例えば、君のためなら、たとえ火の中、水の中、飛び込むぜ。君のためじゃなくて、喜んで火の中、水の中、飛び込んだら、バカでしょ、ただの。バカだよね。おっしゃ、水だ、飛び込もう。あ、火だ、ジャンプ。
バカですよね。でも君のためなら喜んでやるよ。君のためなら喜んでやるよ。こういった感じが be willing to なんだよ。だから進んで何々するって辞書には書いてあるかもしれないけども、その通り受け取っちゃいけない。この条件があるならば喜んでやるよ。普段はやりたくないことだけどね。そういう時に使います。から for go。これね、こんな窃盗時知ってるかな？ for が窃盗時になってるんだけど。これ、何々がないっていう感じの意味なんだよ。だからこの for go って実は go without。こいつに大体近い。go without なしでやっていく。これに近いわけだな。例えば似たような単語だったら forbid。bit は命じるんだけど、ね。そうじゃないように命じる。not なように命じる。だから禁止する。しないようにと命じる。だから禁じる。まあ、こんな風になるわけだ。まあ、禁止するのが分かりやすいか。やっちゃダメだよって命じる。ということで、なしで済ませる。自分について話すためであれば、お金をなしで済ませる。放棄する。ことさえするよ。そんなに自分について話したがるんだよ。というような話なんだよ。ということで、この、for go に近いのはどれですかっていう問題は2番ね。1の do without。なしで済ます。今の pay out はお金払い戻したりね。する。お返ししたりね。で、hand over は渡したりするよね。で、give away は、売るとかいう意味もあるし、まあ、渡すっていう意味もあるし。秘密なんかを漏らしちゃうっていうような意味もあるけども。まあ、ここには合わないよね。でもこれさ、今僕は何を言おうとしてるか予測できましたか？実験をやりました。人って、お金さえこんなお金を送ると、こうこうすることさえするんだよ。って言ったら、実験と結果に飛躍があるじゃん。でしょ？いきなりすぎるじゃん。じゃあきっと、なんか実験やって、これがここにつながるような実験があるんだろうな。つまり、後ろで具体化されるんだろうなと。具体的に示すんじゃないと思ってる方が自然なわけだ。でしょ？だって実験やりました。人ってお金さえ手放すんだ。え？その実験とお金さえ手放すんだの間はどうなってんのよと思うじゃん。だからそれは来るはずだと思って読めてるか、来るはずだと全く思わず無邪気に読んでるかはやっぱり違ってきますよね。それがロジカルに読むって話です。こういう実験的な話は、やっぱり実験とかデータとか、何人こうだったとか、こういうことがあったとか言って初めて結論になるわけで。実験やりました。結論。じゃあ、おかしいわけで。to assess、assess を評価する。people's inclination for 何々に向かっていく成功、何々を従う癖、傾向。what researchers call self-disclosure。まあ、研究者たちが言う self-disclosure、disclosure。を従う傾向を評価するために They conducted laboratory test テストを行ったんだよ、実験室で。 To see whether people place an unusually high value on the opportunity to share their thoughts and feelings。 こうね、ここだよね。自分の考えや感情をシェアする人に言う機会にplace A on B だね。に、並々ならぬほど高い価値を置いているかどうかを調べる。かどうかを調べるために実験をしましたと。They also monitored brain activity。また、さらには脳の活動もモニターで映し出しましたと。Among some volunteers to see what part of the brain were most excited when people talked about themselves as opposed to other people.
As opposed to、 これ何々とは逆に。とは逆に。他人についてではなく、自分について話すときに、脳のどの部分が最も興奮するのかを調べるために、脳の活動をモニターしましたと。じゃあさっきのさ、リボーディット。まあ、ちょっとわかりにくかったけども、実は、あ、そうか。脳が興奮することか。脳とかシナプスのレベルで興奮することだったんだな。っていうふうにも、まあ、後追いできますよね。The dozens of volunteers were mostly Americans who live near the university. まあ、何十人ものボランティアは、大学の近くに住む、アメリカ人がほとんどだった。これはまあ、非実験者の特性を書いたわけだな。In several tests、 いくつかのテストで、They offered volunteers money。 来たね。Forgo money。 ここに来るわけで。人は、お金さえいらねえって言っちゃうんだな、と。To money。これは、ああ、やっぱり来るなと。やっぱり来たか。このくらいの感覚を持って読めてる人と、全く新しいお金の話が急に出てきたと思って読んでる人はだいぶ違うだろうね。実際読んで問題解いてる時にはこういう読み方できないと思うんだけど、復習の時にこうやって読むことを慣れていくと、ロジカルに情報予測とか、これからどう展開していくんだなと思いながら読むとか、いうことが可能になるんで、必ず授業でやったような読み方を復習してくださいね。まあ一回目読むときはね、構文取って単語を追いかけるのが精一杯かもしれないけども。まあ復習で読むときにはこういうふうに読んでいくっていうのがロジカルに読むことか。ロジカルリーディングってこういうことか。っていうように流れを追いかけて読めるように復習しようね。で、If they chose to answer questions、もしこういうことを選ぶならば、お金を差し出すと。じゃあ何を選んだらお金を差し出すかっていうと、about other people。ここも読めるよね。other people についてやればお金あげるよって言った。でも、いやお金いらないよ。自分のこと話したいもん。っていう話になるな。such as 具体例、present or verbal。rather than about themselves。 自分についてじゃなくて、other people について話したらお金あげるよ。paying out on a sliding scale of up to 4 cents。 up to はまでね。で、スライディングスケールは段階的だね。段階的に4ドルまであげるよ。って言ったわけだ。question involves casual matters such as whether someone enjoyed snowboarding or liked mushroom on a pizza。 まあ、誰かがスノーボード好きだとか、ピザにマッシュルームを乗せるのが好きだといったような、カジュアルは何気ない小さな問題を含んでいたし、other inquiries involved personality traits such as intelligence, curiosity or aggression。 まあ、知性とか、好奇心とか攻撃的だといったような、性格の特徴を含んでいた。つまり話題が軽いことであるか、重いことであるかは、どっちもやったよって確認をしたわけだ。だって話題によって自分のこと語りたい、他人のこと語りたいはあるかもしれないじゃん。構えはここは話題はいろいろだったよ。重いものから軽いものまでいろいろだったよ。っていうだけの話で、まあ、比重としては大して強くないと。Despite the financial incentive。 それは財政的インセンティブって何？っていうのは、お金もらえるよ。っていうインセンティブだ。この話だね。
じゃあ具体的にどういうことか、具体的にどういうことかっていうと、まあお金的な動機。じゃあお金をもらえるよってことだね。だから、時間じゃお金、時数足りないかな。まあ、他人についての質問に答えることを選んだらお金がもらえること。で、にもかかわらず、ディスパイト。当然もう実験結果分かってるよね。にもかかわらず、People often prefer to talk about themselves。自分について話すことを選んだ。And willingly 進んで、gave up between 17 and 20% of the potential earning。これがお金を諦めたっていう話だから、さっきの forgo money に当たる。だって実験の結論があって、それから実験があって、で実験結果だから、当然結論と実験結果を一致しないといけないじゃん。ここかと思うわけだな。だから、フォーゴーマネーは、フォーゴーっていう単語、フォーを覚えておいてね。ああいう意味だったんだなと。でも、実は知らない単語であっても、ちゃんとロジカルに読めれば解けるようになってると。で、so they could、これは so that、s can。こうこうできるようにっていう目的を表す表現ね。で、この、that が、消えることがあるよって話だ。この場合は、Reveal personal information っていうのはさっきの自己啓示だね。自己啓示。自分について自己開示だね。自己開示できるようにお金を進んで諦めた。で、自己開示を選んだ。こういう話だ。割とロジカルでしょ？ In related test、まあそれに関係するテストで、The scientists use a functional magnetic resonance imaging scanner。まあ、これはなんか注もついてるけども、まあ磁気スキャナーだな。磁気で共鳴するようなスキャナー。これを使った。Which tracks changes in blood flow。まあ、血流の変化を追跡できる。説明を加えてるわけだ。で、between neurons associated with mental activity。まあ、知的活動に関連するニューロン、間の血液の流れの変化を突き止める。ここで不一致が切れて、で、to からがために。to see what part of the brain responded most strongly。さっきもあったね。どの部分がっていうのをやったよね。それを具体化してるわけだ。脳のどの部分が最も強く反応するか。When people talked about their own beliefs and opinion、これまた、今後だね。このようにするときに自分の考えや自分の選択肢について語るときに、脳のどの部分が最も強く反応するか。で、rather than speculating about other species, other people。これはまあ、さっき何色したっけ？あ、いや、他。他の人について述べるよりは、のではなく、自分自身について述べるときに、どの部分が反応するのか。これを調べるために、こういう装置を使いました。Generally、一般的に、Act of Self Disclosure。またこれだね。自己開示する、自分のことについて述べるという行為は、were accompanied by 何々に伴われる。には何々が伴う。この単語ちょっと難しいんだけど、is accompany o。 これ is が o を伴う。という感じの単語で。is が o についていく感じだよね。
まあ、フォローなんかもそうだよね。で、何が難しい単語かというと、順番関係が、こっちが前になるんだ。こっちが後ろになるんだ。主語の方が後ろになるから、順番間違えやすいのね。例えば、春夏秋冬だったら、Spring follows だったら、Winter だよ。冬の後に春が来る。春は冬の後に来る。S は O についていく。S が O の後に来る。こういう話なんだよ。これ受動態になるとめっちゃ難しいらしい。He was accompanied by his wife and two sons. だったら、受動態になったら、この S がこっちに来るはずだよね。ってこと、これは彼は妻と二人の息子を連れて行った。こうなるよ。彼が前で。まあ、要は一緒に行ってんだなと思えば済むんだけど、彼が妻と二人の息子を伴った。こうなるわけだ。この辺非常にまあ混乱しやすい単語で、特にこの受動態になった時分かりにくいよね。Mother accompanied by。これはこっちが後ろだよ。で、こっちが前だよ。で、Spread of heightened activity in brain region belonging to the mesolimic dopamine system。あ、ドーパミン、ごめんなさい。mesolimic dopamine system。に属する脳の部分における活動の高まりが続いたわけだ。つまり因果関係だね。セーフディスクロージャーします。そしたら脳の活動分野がドーパミン活動分野が高まります。ドーパミンが高まったら興奮する。さっきのエクサイティッドだったよね。ああいうような反応が起きるわけだ。まあ、リボーディングでもあるな。さっきのリボーディングはここにも現れてるんだけど、ちょっとここはね、説明使う方が難しいので、特に使ってないけどね。まあ、ドーパミンが上昇するんだ。で、which is associated with the sense of reward and satisfaction from food and money。元に戻ったね。フードやお食べ物やお金から得られるリワードやサティスファクションの感覚と結びついている。関係している。ということで、第一のところでフードとかマネーの話、フードの話だったよね。第一パラグラフで、に戻ったよね。リードっていうのは基本的には話が大きく変わらない限り最後までつながるので、リードの部分は最後までしっかり押さえておいた方がいいよ。例えば場合によっては、まあ、リードの部分がこういろいろあって、そしてこのことを1パラ、このことを2パラ、このことを3パラ、このことが4パラ、こんなようなつながり方することがあるから。だから、1パラ、2パラ、3パラ、4パラっていうように読むよりは、リード、それから1パラ、2パラぐらいの感覚でいた方がいいね。第1パラの第1文のリード部分。ここに戻ってくるんだと。ですね。からしつこく言うと、このリードは全体像を表して短く書いて、それから細かく実験とかしていって、一個一個示していくことになるので、まあ、順番的にこの通りになるかどうかわかんないけども、4パラを読む頃にはリードを忘れてる。とか、4パラ読む頃には3パラ4パラのつながりしか見えてない。っていうようじゃ困るわけだ。ということで、この初めの第3文の、お金とか、食べ物とか、と似たような感覚、喜びの感覚を脳に与えるのだ。っていうのが1パラにあった。それがここで最後、戻ってきたと。より細かく、精密に述べていったという話なわけだ。このリードから進んでいくって読み、これはしっかりと復習して、あ、
こういうことか。リードであった。それは具体的な調査とか実験によってバックアップしていってサポートしていった。例えば、こんなことが分かりましたって言ったから調査に入ったら、最終的にはこんなことが書かれるに決まってますよね。というような話なんで。ということで、この文章の読み方。まあ、文章自体そんなにややこしい文じゃない。まあ、この辺のちょっと専門用語的なものがめんどくさいかもしれないけども、そういうとこはとりわけ問題にならないから。ということで、文章全体をどう読んでいったかとか、同一内容の反復されてるけども違う表現を取ってるとこはこうだなとか、あ、ここはこういう話がこれから来るはずだよなとか、世にロジカルに読み進むことっていうのをしっかりと復習してほしいと思う。で、あとは最後4番の問題だよね。以下の文は本文で述べられているセルフディスクロージャーを説明したものですと。これは、本文から連続した3語。According to the text, self-disclosure means that people... で、これ何回もオレンジで引っ張ってきたところだね。で、3語で書くんだから、まあ、自己言及って話だよね。Talk about themselves。これはまあ、disclosure 何回も言い換えてきましたよね。ってとこ拾って3語になるものを選んだだけだ。Which leads to similar feeling. 似たようなフィーリング。で、ここは、マネーとかフードを得た。その時に感じるのと似たフィーリング。じゃあ似たような、どんなフィーリングだったかというと、reward and satisfaction。これが、最終文。ここを写しただけだ。ということで、talk about themselves, reward and satisfaction という話だ。まあ、こういう形の文章が多くて、まあ、リードで結論、それから調査、実験。で、最終的に結論という形に戻ってくる。これはまあ新聞記事なんかは全部読むのかったりから、リードだけ読んで話が分かって終わってもいいし、もっと詳しく知りたかったら読んでもいいよ。っていうような形で書いていくのが、まあ、ジャーナリズムの文章なんで、まあ、それには慣れておいてください。だから、1パラグラフのリードは特別扱い。ね、リードは特別扱いな、さっき書いてね。ということで、しっかりと読んでくださいね。まあ、自分のこと語るのは人は好きだよ。そうした時になんかすごいこう満たされた感覚するんだろうな。食べ物とかの感覚と似てるとこは、ドーパミンが行くっていうけども、要はまあ承認欲求っていうものが満たされて、でまあ非常にまあ快感があるということでしょう。まあ自分のことを語るよりも人の言うことを聞ける力の方が、本当はまあ大事だと思うんですけどね。でも脳の快感としてはそっちだから自分語りをやりそうだと。まあ飲み屋に行ったらおっさんそばに座ってたら大体自己言及してるわ。っていう話だ。でまあきっと快感なんだろうな。っていうのはまあぶっちゃけそんだけの話なんだけども。まあそういうことで人間の脳って快感を得てるよね。っていうことです。まあ快感を得てるからやりっぱなしていい。自分が快感だからやりっぱなしていいっていうわけじゃないけどね。っていうぐらいのことは念頭に置いてほしいな。というふうに思うけども。まあなんでみんな自己言及したがるのか。っていうことを脳科学的に説明しました。という話です。というわけで今回はここまでです。